はい、皆さんこんにちは。リトルリッツ佐藤です。今日もよろしくお願いいたします。ダイビングの現地ガイドをね、2、3年やっていると必ず目の当たりにすると思います。ダイビング事故ね、事故にならない方法とか、事故の対応っていうのはインストラクターになるときに勉強するんですよね。なんですけれども、ダイビング事故の後の話ってなかなか出てこないと思うんですよ。なので今回ちょっとお話ししてみようかなと思いました。で、この内容は僕自分でね、事故ダイバーを救助しに行った時にもうすでに知ってて、あ、こんな風な感じになるんだな、こういう風に対処すればいいんだなっていうのがすごく自分の中でプラスに働いたので、皆さんにもご案内していこうかなと。新人ダイバーの新人インストラクターの方にはもういい話だと思うので、ぜひ聞いてってください。で、今回の話は事故の対処をした後に来る心のね、変化ね、アフターショックって呼んでるんですけれども、アフターショックの対応が分かるようになると思います。はい、それでは今日の項目です。アフターショックって何ですかっていうお話と、アフターショックの対処方法っていうのが分かるようになる動画になっています。よろしくお願いいたします。それでは1つ目、アフターショックって何ですかっていう話なんですけども、普通に検索をしてみるとアフターショックって映画しか出てこないんですよね。で、アフターショックっていうのがまずいつ来るんですかっていう話なんですけれども、僕がね、24歳ぐらいの時に初めて救助行った時は、その後普通に一本潜ったっけかな、潜って上がって、休憩してる時ですね、もう片付けも終わって車乗ってこれから、帰るよっていう時にちょっとジュース飲みながら休憩してた。で、その時にアフターショックが来たんですよ。で、これいつ来るのって話なんですけども、後だったらその場で来るかもしれないですし、夜寝た時かもしれないですし、後日来るのかもしれない、ね、救助の経験後いつ来るか分かんないので、まあ、来たら来たで心構えしといてくださいねっていう話なんです。で、どんなもんなんですかっていう話なんですけども、これは自分がね、対処するじゃないですか。もうやってる時は夢中だったんで、あんまり物考えずにバーってやってて、ね、不安に思うことはあんましないかもしれなかったんですけども、終わった後に、あん時の対処あれでよかったんかな、あん時の対処もっと上手にしてたら、事故ダイバーの人の結果が変わったんじゃないかな、とか、そういうたらればの話をずっと頭の中で回ってくるんですよ。で、これがアフターショックっていうもので、もう気分がすごい落ち込みます。ちょっとした鬱状態になってくるんですね。で、これは通常なんですよ。普通ですね。アフターショックってものが来るなって思ってれば、あ、これかって思ってもらえればそれで十分かなと思います。で、まずはじゃあアフターショックの対処方法どういうふうにしていけばいいんですかっていう話なんですけども、まず1つ目、自分の今の感情を受け入れてくださいね。あ、これがアフターショックっていうやつか、あの動画で見たあの話だ、いうふうに思い出していただければまずはいいです。そしたら次は行動なんですけれども、人に話を聞いてもらう、自分はこういう事故を救助しに行きましたね。救助した時にこういうふうな対処をして、で、救急車に乗せられてその人は搬送されていったんですよ、とか、あとは自分はこういうふうに思ってこういうふうにやってみたんだけれども結果がこうだった、とか、自分のもっと対処がいい方法があったんじゃないかな、とか、もうとにかく先輩インストラクターなり、自分の店のオーナーなりね、仲間内で話してみたりとか、話す人いなかったらうちの店電話かけてきていただいていいんでね、僕に話してください。とにかく人に自分の今の感情を聞いてもらうっていうのが大事です。で、今度は聞いてもらったらどうなるのかっていう話なんですけれども、自分の対応をすべて肯定してもらうっていう、聞いた側の方の話になってくるんですけれども、聞いた側はその人の対応をすべて肯定してあげてください。ね。いや、よかったよ、とか、あの栄光頑張ってたじゃん、とか、ね。あの時はあれがみんなの精一杯だったんだから、全然失敗は何もしてなかった。100点のレスキューだったんだよっていう風に、もうとにかく喋って不安なことを被せるように肯定していくんです。
もう何もかもを肯定してあげる。そこでちっちゃい否定とかいらないんです。もうすべてを肯定していくんです。で、そうすると、あん時は自分できることは全部やったと。ね。結果がどうであれ、やることはやった。で、自己ダイバーはもう事故った時点で、ね、もうその人一人だったら助からなかったわけじゃないですか。もしくは、もう例えば亡くなっていた方だったとしても、ね、最悪家族のもとに連れてってあげることができたっていうふうに思っていただければ、ね、家族のもとに帰れずに、ね、そのままどっかに行方不明になっちゃうっていうよりは絶対家族のもとに帰った方がいいはずなので、もうやったことすべてが正解なんですっていうお話を、もう自分に聞いてもらう。ね、そうするともう心のストレスっていうのは少しずつ削れていきます。で、あとは、時間である程度、自分の中でね、飲み込むまで時間かかると思うんですけれども、そうやって対処していくんだよ。ね、受け入れて、人に話して肯定してもらうっていうのをやっていただければ、だん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 気持ちが楽になっていくと思います。ね、なんか映画で見たことないですか？アメリカ映画とかでよくある、椅子に円、なんか円状にして、で、なんか喋る人が棒を持って喋るみたいな、こういう感じ。こういう感じで喋って、みんなで喋り合ってみてもいいんじゃないかなとは思います。ね、今回はこのアフターショックの何だっていうのが分かってきたと思いますし、対処方法をね、分かってきたと思います。ね、事故を起こさないことは大事なんですけれども、自分のできることをやって、で、やりきって、で、その後ズーンって来ちゃうんだよっていうのをまず理解しておけば、ね、この後の人生の、糧になっていくんだな、ベテランダイバーへの一歩なんだなっていうふうに思っていただければいいんじゃないかなと思います。本日は今日